昨日感染が確認されたのはいわき市で24人郡山市で18人それに福島市で4人など合わせて64人です一日あたりの感染者は5日ぶりに100人を下回りましたまたいわき市は市内の2つの事業所で新たにクラスターが発生したと発表しました入院は385人で病床の使用率は64.5%とステージ4の状態が続いています 一方、猪苗城町でパラリンピックの事前合宿を行うガーナ選手団に感染者が確認されたことについて、他の国人を検査したところ、昨日全員の陰性が確認されたということです。これを受け、選手団は今日から町内で練習を開始することにしています。